今日の道内は上空の寒気と放射冷却の影響で道東を中心に各地で今シーズン一番の冷え込みとなっています。落ち葉の上に降りた真っ白な霜、今朝の道内は厳しい冷え込みとなり、道東の標茶町や十勝の陸別町でマイナス 7.6 度と今シーズン全国一番の最低気温を記録しました。このほか道内でマイナス5度以下を記録したのは今シーズン最多の10地点となりました。今日は寒かったです。もう立ってるだけでね、手とか足とかもねビリビリビリくるの。普通白い手袋履くんだけど、寒いから防寒の手袋履きました。札幌でも今朝の最低気温は 3.9 度と寒い朝を迎え、厚手のコートを着込み、マフラーや手袋をして歩く人の姿が目立ちました。日中の予想最高気温も7度と寒い1日になる見込みです。すっごい寒いです。ダウンにしました。ちょっと肌寒い感じします。中のインナーを1枚増やしてます。ストッキングをタイツに変えました。札幌では今夜遅くに雨の予想ですが、平地でも雪となる可能性があり、路面凍結などに注意が必要です。